まあ、うん、整理整頓、整理整頓、まあ、例えばユニットでね、うん、あのなんかすごいこれはもう削除していいんじゃないのとかさあー、はいはいはい、ゆきゅうがちょっとサポートして、うん、あっという間たまりますな、スイスイっといっちゃいますね。カバとクジラは DNA が大体似てるから昔どっかつながりがあった。どうも始まりましたガージャスの方です。私ガージャスでーす。アシスタントはヨキュンでーす。ヨキュン親戚、ね、そうだね、祖先が一緒なんだ。遠い親戚だ、遠い親戚、そうだね、うん、だからなんだって言われたとどうすることもできない。だからなんだ、もうね、もうこういうのしかないの、もう豆知識はもうない。もうすべての豆知識は言ったから。もうネットに溢れてるやつ全部、世界の豆知識はすべてゴージャス動画に全部言った。もう集約された。もう500本ぐらいは出してんじゃないの。500本も出してる。出してるでしょ、毎日1本出してるね。なるんですよこれ。すごいね。ないないない、そのないんだよ。 そうだよね。もうこれから嘘を言うことにしようかもうやめなよそろそろじゃあそこでやっぱね、あの最初に引きつけるものとしてね始めたからね、引っ込みがつかなかった。かわいそう。まあしょうがない。まあなんか考えようね。クラゲーン、あーい、はい、じゃあ一体何やんのかな。まあね、やっぱりね、うん、飾ってあるからおこれしかないでしょう。うんうんうん、ブレフロをやるよ。おー、さあ今のね、なんか久々に無印の感じだった、ね、あのね、ね、なんか、うん、なんか言い方とかさ、アクセントとかさ、うん、あの君らからもたまにダメ出しもらうけど、うん、あのね、うん、分かんないんだよ俺的には。好きにやらせてくれよって。いやいや、勢いが最初のな、純粋なブレフローやるよっていうのを最近なんかオレンジ加えてから、いや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 今のはどうなの、今のは。あ、無印、うん、初代初代だから俺たちは聞きに来てるのは、ライブで聞きに来てるのは普通の CD で聞いてる。そう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 、ね、ライブバージョンを歌ってくれてもこっち喜ぶ。いやそうそう、お前そんなことじゃないからってなっちゃうからそういうのあるよね。あるあるある。気をつけてほしいんだ。ブレフローやるようのライブバージョンとかねえから。いやいやなんだよそれ。ライブバージョンだからこれはもう、みんなが待ってるやつをちゃんとそのままやってくれればいいの。そうそうそう、そんなあれとかいらない。まあね、まあね、そんなんで、うん、やっぱりね、うん、年の瀬はね、うん、やっぱちょっとちゃんとね大掃除をしないといけない。お、うん、そうだね。どうでしょう、うん、ブレフロのちょっと大掃除をしたらどうかなと、うん、お、例えばじゃあ、ヨキュンの端末をもう一回初期化して、うん、初期化して、ゴー様の端末を初期化して、おーであるぞおーであるぞ燃えてたその時だから、おーの言うことを聞けばいいんだみたいな。国は願ってないぞ、それ。それね、大掃除じゃなくてね、ただの初期化だから、うん、あ、違うのじゃなくて、掃除ですから、まあ、うん、整理整頓、整理整頓、まあ、例えばユニットでね、うん、あの、なんかすごいこれはもう削除していいんじゃないのとかさ、あー、はいはいはい、はい、もう強化しちゃおうよとか、はいはいはい、ね、そんなことがあったり、そういうのはよくんが多そうだな、ね、あのジャスクの端末でさ、うん、あとはほらなんか進めてないところとかも、うん、なんかあったりしたらちゃんとそこもさクリアしといて。そうだね、エクストラダンジョンとかやってないところ俺あるね。あら、うん、でも急に言われてできるかなと思ったらできるできる。まあもうであるからなあーないであるな。できるできる。そうですね。じゃあ私の端末からいきますか、ね、はい、最初僕の端末からいきましょう。こちらです、ドン。はい、お久しぶり、私の端末でございますね。あ、見てください、ロムクですね。うわーい、ロムクが中途半端に育ってますねさあ、ユニット、ちょっとユニット、ユニット、ユニットのまま見せたくないんだよな。溢れてんじゃないの。溢れてる、僕はちゃんとね。おー、いっぱい空いてる。調整してますか。あ、44。おー、溢れてるな。カエルもね、ちゃんと調整して、すげえ、これいっぱいいますよ、これ、ね、ここら辺もね、うん、まだ皆さんにね、お見せしたことないですね。これヨーマもちゃんと食べさせたり、ほら、僕はヨーマ、あ、緑が溢れてるんですね。今育ててる。あー、カーロス・リベラですか。リベラ、あ、ちょっと論外ね、あとここら辺もね、ちゃんとリーナ、あー、星7に進化、これもね、ほら、グライブ、おー、これ初期の初期のやつですね。ここら辺もこんなかっこよくなるんだね。ね、あとなんですかね、あとはエルギフも、ほら、これネメスギアも、あー、ギアちゃん、私ゲットしまして、あと1ですね、うんうん、はい、クランツもゲットして、うん、
ね、育てておりますね。ね、うん、あのね、なんだろう、持ってるものは持ってるね、やっぱね、持ってる。ロアとかもゲットできたし、なんか最低限は持ってるね。だから青の衝撃とかもなんとかね、落ち答えて預金のパーティーに似せて作れることができたね。そう、ギリギリロアも引いたんだよね。そうそう、ギリギリロアもね。整理されてますね。僕はね、本当にね、本当にすごい綺麗好きだから、うん。あと進化素材とかもあんまり増えないようにね、ちゃんと育ててるしね、育ててるやつ緑がちょっとあんまあれだったんで、ちょっと今余ってますけど、あ、余ってるね。ただ来た時にはまたもう合成して、はい、ちゃんとね、うん、はい、そんな感じでございますよ、なるほど。ほらね、ほらバトルマギア、ほら、うん、ね、来たこれ、まあね、これこの辺ガチガチだと本当に頭がおかしいんだと思われてしまうのが、そんなことはないよ、そんなことない、そんなことはないよ、お友達だもんね、そう、クラゲからしたらもううわー、おっきなお友達だ、いや、もうかなりイケメンだよ、もうじゃあユニットは整理されてるとして、そうですね、クエスト、ノーマルとかさ、どの辺までいってんの？私ちゃんとやってますよ、私が一番ちゃんとやってますよ、世界で誰よりも、いやいやいや、王ですから、世界で誰よりも、まだまだやってる人いっぱいいますけど、これエクストラだけですね、エシグリアのエクストラはまだ手をつけてませんね、この一番最初の、うん、手をつけてない、手をつけてない、うん、エクストラダンジョンなら結構すぐいけるんじゃない？うん、そうだな、そうだな、どうしたの？いけるで、どうした、いけるで、しかしジャス君もう掃除しちゃおう、今掃除しちゃう、掃除だ掃除だ、うん、クエスト掃除だね、綺麗にして、うん、ね、だ、これなんか誰か助言してくれんのかい、これユキュー、はい、ユキューがちょっとサポートして、うん、これ一番最初のセルグラス、はい、待ち受けるは不審、はい、出水一回で終わります、トントントンでやって、これもう全部終わりますんで、うん、いきます、はい、いきましょう、冒険出る、ブレフローですからね、あの青の衝撃をみんな無理だ無理だって言ってます、ね、確かにあれ、あれに関しては、うん、正直すまんかったってコメントありましたよ無理って言ってごめんねみたいな誰に言ってんのか、隣に欲求いるんだぞ、攻略動いてんだぞ、攻略秘書もいたしね、秘書もいたしね、あ、もうたまりますね、ベスネーがね、たまりますね、ベスネーが、ベスネーが死んじゃうな、大丈夫です、道中は全く問題なしかと思います。まあね、楽しみで。あ、5バトル目ね。5バトル目。おお。芝居も昭和なんだよね。古き良き時代やってた方がいいだろう。忘れちゃダメなんだよこれ。スイスイっといっちゃいますね、出水だけにねおお、いやだからごまかし方も昭和なんだよまあスイスイいってますね、うん、スイスイ出水だけにねもういいよもういいよもう昭和オンパレードさあこれ3バトル目終わりましたんで、4バトル目は確実に貯めるために手動に戻します、お、そのもしかしてっていうことがありますか ね、 そうですね、いきなり1体しかいないとこねえ、これでしょうな、ね、あ、オンパレードですかねですね、2体使ってのあとはして、うん取りこぼしましたねここに来て取りこぼしましたけど、まさかのまあまあまあ、うん、まあちょっとはね、まあね、王からのハンデかな、そうですね、さあ、さあ来ました、来ましたけど、なんかね、はい、僕はね、多分主水はね、はい、あのね、あのドカッという一撃が来ると思う、うん、うん、なぜならね、一回負けてるんだっつって記憶にちょっとね、かすかに残ってるの、何ターンか目か分かんないけども、あ、もうちょっとでやっつけるところだったのにバンってやられたから、うん、あれ何これって思って、なるほど、うん、これはお押しした方がよろしいですか、お、何ターン目ってそれだけ一回やられてるもんね、うん、何ターン目というか見てれば必ず規則
があるので法則があるのでプル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 取水がプルプルしているプルプル来たね、ま、激しくプルプルしているおかしいだろプル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 したらもう完全にあれだね、わかったそういうことね規則的な何かがあるってことですねそうです削り取っちゃえばそれだけ分かっていれば、うん、必ず防ぐことができるしあー削ってますよそうなんだよまだ大丈夫スキン構えあれはっあれ半減しててですかフレンドが弱かったらしょうがないもんいや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 こらーこらー謝れひでぇなひでぇなぁ本当に強いやつしか相手にしたくないから本当に強いやつだけが俺と一緒にフレフローあれでも初水負けたんですよね一回まあ初見ね初見初見のそういうあるじゃんそういうのうんうんお、半分手前まで来ました。うん？あ、これね。あー。おい。違う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 。じゃあ、なにちょっと、おいおい。なんで負けたの？なになに？どう？なに？なに？なにも分かんないって。なになに？あれ負けましたね。なにちょっと、違うんだよ。逆に綺麗にされたね。逆に掃除されたよね。何きっかけで来るのあれ何きっかけで来るのいろんな技があるんだけどその中に何とかの構えっていうのがあるんですよ、うん、あった今の一番最後に構えしたじゃないですか、うん、で、あの構えの後に強力な全体攻撃が来る、うん、それ言わないといやそこまで言っていいのかなと思って俺だって同じことやっちゃったよって自作と同じことをやっていいのここに今あそっかじゃあ行った方が良かったんだごめんごめんなんかいやごめんなんかじゃなくてもう規則的もう何もね、もう2発目だったからね何のためにあなたこれ見てたのだから違う、面白負け動画を見せてんじゃないのえ違うの違うの違うの嘘普通に勝っていっぱいここでいっぱい掃除していこうっていう企画だから今日なんかこうやって負けるんだよみたいな違うんだよ、負けたことなんかあるわけないだろ次ちゃんと勝ちに行きましょう掃除しよう掃除しよう、こっちがこっちがこっちが掃除しようねおっすうん、結構さ頻繁に来るはずなんですよ、うん、なんとかの構えっていうのは本当にでその時にはもう結構もう全防御みたいなガードガードガードうんおっあんな綺麗に掃除されたのに懲りねえなもうそろそろ編集というさ武器使おうよ、うん、スタッフよ、うん、何でも使えばいいと思うんじゃないぞ王の名誉を守るとは思わないのかこれもねえもう悪いところは使わないでくれと悪いところは使うんじゃないよ、ね、みんなそうやってんだぞみんなそうやってるんですか王みんなそうやってるようーん本当にうちだけですかそういうところをカットせずに見せてんのは僕はそれ初期の怠慢だと言うぞ私怠慢に繋がるんですね王からしたらやれることもやらずに甘い汁だけすすろうあスイスイ言ってますねスイスイ言ってますね取水だけにねもういいよもうだってえよしそうたまにツボが出てきてそうちょっとラッキー感あるよねいや勝たなきゃ意味ねえからね勝たなきゃツボゲットできないツボゲットできない、ね、今度は取りこぼさないでくださいよ最後ちょっとだけあーなんかもうあれなんでダメージは結構通りやすかったと思うので、うん、UBB とかも使っていっちゃえばいいんじゃないですかうんあっ壺2連続壺2連続あるんだそんなこともねねえうん大竹のサービスそうなんだ大竹の残ったけどね壺がこんだけの強靭の中壺が残ったすごいね。すごいね。一かけら残ったね。オーバーキル、ほらオーバーキルでこんなもらえるでしょ。こんなもらえるでしょ。オーだけの得点に。計算か。よっしゃ来た。はい。ね何々の構えの次のターンに発動されるのがさっきの赤い円、うん、魔法陣。もうそれを聞いたらもう俺はもう、
大丈夫だ。半減は入れて、あとはみんなガードした方が良いかと思います。うん、おう、アバンを。うん、開幕。うん。面白い。うん。もう許さない。怒った。これの。結局のところ。叩き上げられたアバンが本当に強いおぉすごい構えね、構えね、うん、これね、これね、構え、来た来ました、だから次はこれ、防御入れつつのガードね、うん、ああ、ざまあねえな、こういうこと。邪魔ねえな。もう大丈夫。いけいけ、うん。もうな。俺の勝ちだ。もうからくりが分かれば。もうね。名前絶対するんだろどうせ。犬王さんに言う？あんこ女性だ。はい。うん、振りだけだった。構え来てませんね。来てませんね。ドキッと。ドキッと。はい。削るね。削るな。はい。止めた！来たー！残念だったな。敏感だね、構えにやっぱ。構えに、怖いからもう。ね。はい、昭和の構えわーなんともないなんだろう、よかったよかったこれね、やっぱね、こういうことなんですよね、これか、雪が言ってた規則的なね、そう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 、構えがするから、うん、構えさえ来なければ大丈夫、うん、一本目で言っていいんだけど。でもなんかあんまり出しゃばったらダメかなーって思って。ちゃんと見てた、ちゃんと見てた。ふい。あ、構えた？なかったよね。うん、構えはなかったんですけど。うん、このまま言います。ベスコさんが。ベスコいらないさ。おお。もう倒しちゃうのかな。残るよ、残るよ、おお、止まりました、どういうことだ残るよ、ああ全然構えないですね、構えましたね、これもう終わりです、これで終了です、終了です、本当ですか、お疲れ様でした、残りますね、残りますね、残りますね、構えたね、構えた、構えた、でもさ、やってきちゃえばいいでしょ、これまあ、そうなりますね。あ、攻撃される前にやるってことですよね。そう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 。で、削り切れば OK って。そう。あ、それはそうですね。はい、大丈夫です、それは。はい、削り切れば大丈夫です。振りとかじゃなくてね。はい。振りじゃないの？振りとかないよ。違います、僕勝ちました、これ。面白負け動画。面白負け動画じゃないですか、これ。絶対にそうなんだ。2連チャンいらないよ。絶対にね、削り取っちゃうから、別の。OK！やだおー面白巻き動画になるのかと思った、舐めるな舐めるな舐めるな、ブレフローだぞ、おいおーおー、クリアしましたね、クリアした、た足りない、物足りないな、おーおー物足りない、もっと食べる、もっと食べたい、もっと食べる、ヤスくんもっとほらレベル上がった、もっと食べる、もっと掃除したいじゃなくて、もっと食べたい、もっと掃除したい、もっと食べたい、掃除って言ってんだろ、ほらほら、うん、おだよ、いっぱいもらっちゃった、いっぱいもらっちゃったね、掃除するといいことあるね。ね。強き者よ、我を倒すか。だが我は影、トーマ武人が残した力、うずうずしきものを、まがまがしきものを封じし力。すごい渦巻いてんだろうね。この間、四国行った時、鳴門海峡。
強き者よ、覚悟するがいい。封印はどかれ始めた。お前のもとにいつか渦が訪れる。何渦でいいよ。これは、何魔が何魔がわざわざ、うん、うやー言ってないけどね。言ってないね。うん、まだ掃除する、ま、もう一個、軽くいかして。軽く、すぐ終わらせるから、うん、すぐ終わらせるからさ。おはい、次じゃね、セルフライズ、レーム。風貌の岬、うん、かな。あ、ストーリーが、はい、そう、一個一個ね、クリアすると次の地域で、うん、新しいエクストラダンジョンが登場していきます。モーラ、モーラさん、モーラ、うん、やる、ま、や、なんて読むの、エンマ先人、エンマ先人、私の名はエンマ先人モーラ。私がここに存在する意義を理解しない低能な人。ゴージャス。目障りだから消えてください。ファンにも言ってるじゃん。さっさ。ファンにも言ってるじゃん。ゴージャスさっさ。ゴジャッペゴジャッペ。ゴジャッペなんでゴジャッペ。ゴジャッペ。フラッペみたいに言ってる。よーし行こう。うん。ロコバトル。結構パワー派で行きましょう。力欲しい。火力が欲しいです。短期決戦狙いです。力押しだってよ。はい、冒険に出る。さあ、ここはね、欲求が、うん、欲求が一言アドバイスで力押ししてくださいと。うん、短期決戦を狙いたいです。やっぱね、うん、なんだろうな、早く欲求のボックスをね、うん、本当にバカスカ売りたいからね。あー、バカスカ売るものばっかりあるわ、うん、私、うん、そうでしょう。いつか使うかもって思って食べてるから、ね、大変なんだよ本当に。ゴミ屋敷に本当に大変なんだよね、ボックス。そうね、ね、整理しないとやっぱりタイプ分かれるよね、こう綺麗に整理してる人と、うんうん、ただユキもだから次のあのユニットのために素材を残してたりするわけじゃんか。あ、そう、それもあるし、ね、うん、あとなんかこう、このパーティーに2体いるといいよって言われたらどうしようとか。なるほどね。で、もしものために。そうなの、うん、鑑賞用と保存用で。鑑賞用、後日使うかもしれないよ。サイン本じゃないんだから。えぇ、いいんだよそんなの、一体ねえんだよそんなの。一体もう BB レベル上げろそれで。そうそうそう、それもあるんだよ ね。でも、あの星4まで進化させないと、あれ BB 同じユニットさ、使っても上がんない。星3じゃない？星3で、あ、そうか、2で返す。さあ、ジャス君、はい、スイスイ来てるね。これは違います、モーラです。モーラです。モーラしたいと思いますけどね。俺しか笑ってない。お前笑ってたらいいだろ。なんで気づく必要があるんだ。よし、まあ道中は平気ですね。うん、道中は、うん、ね、さあ来ました。ラーモ、ラーモ、業界用語で、ね、業界呼びしたんだね。ね、わ、なんか欲求みてえだなこれ。こんなになりたいわ私。大丈夫、もっと自由になったくだけだ。びっくりさ、王の止めっけ、たっぷりのびっくり、ぶっきり。ドッキリ。ここはもう欲求火力欲しい。まあ、おお、すごーい。次決めますよ。あれ、ですね、エイモさんが落ちましたね。落ちますよ、生きてるでしょ。あ、ほんとだ、待って、ちょ、目の、あの、錯覚だったかも、間違えちゃった、うん、落ちてない、落ちてなかったみたい。ごめん、間違えちゃった。落ちたと思って、ちょっとコンタクトおかしいから。エイジが出たような気したけどね。エイジが出た、一瞬。高橋さん、高橋さんの名前、高橋、エイジが出てきた。もう一回でやっつけますね、私。おお、王冠取りの、うん、うおー、うん、勝負に出ましたね。
けるほどあるんだ。おおおおすごいすごい。祝福してる、祝福してる、祝福してる。あ、待って待って待って、残れば勝てる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 、残れば。おい、よーくない、よーくない、力押しじゃダメ、なんか言わないと、なんか言わないと、なんか言わないとさ、エクストラダンジョンだからさ、負けるよやっぱり。うん、え、なんか何、なんかなのに、なんで負けたの私今。今のは、うん、例えば火力であのまま2ターン目で削り取ってれば、うん、こっちの勝ちだったです。2ターン目 ?3 ターン目はダメなの？3ターンでもいいんですけど、うん、例えば、あ、今のは多分最後に強力なのが来るってことでしょうかね。でもあの、女神の祝福、最初にエリモンが落とされたのは、うん、あれは生き返らせても次も同じ子が落とされるんですね。うん、で、一定確率の 75% 切ったとき、50% 切ったとき、25% 切ったときに同じことをしてくるんですけど、うん、最後の全員ガッてやられたのは、うん、最後のコンボ、やっぱそうですね、あの女神の祝福&極風会のコンボ、うーん。そうだな、やっぱりその削り取る、最後まで 25% で残さないように削るぐらいの調整が必要だったっていうことですかね。火力押しじゃダメじゃん。じゃあなんだよ、調整して最後に一気に削る、使われる前に削り取るところですね。とりあえずこれでいけますか、今回。今回調節していきますんで。いきますか、いきましょう、冒険に出る。さっきのでも火力はすごく高かったから大丈夫だと思うんですよ、一応ね。今回は掃除して、めちゃめちゃブオンって削ってたから、掃除して終わろう。欲求の意味だよ、欲求も何をやってんのかな。それプレフロ箸休め劇場。あれ、召喚師様泣いてるんですか。だってみんながあいつはプレフロ1年もやってるくせに弱いまんまだってバカにするんだ。もう俺やってらんないよ。召喚師様のバカ。召喚師様はプレフロが好き。好きさ、プレフロ大好きさ。遊び方は人それぞれ、ゲームは楽しむのが一番ですよ。あ、そうだよね、自分が楽しめればそれでいいよね。そうだそうだよね、やっぱ俺ブレフローもっと頑張るよ。なんだか力がみなぎってきたな、これ。なんだこれ、これでこう、フルパワー。みんなも周りを気にせずブレフローを楽しんでね。あ、ダメだ。召喚様、今から始める人も焦らなくて OK。 ブレフローは自分のペースでやっていいんだよ。大丈夫、ゲームが上手くなくてもブレフローはフルパワー。そこもちょっとずつ調整し、あれ、あ、でもそっか、パーティーちょっと変わってるのか。うん、だから火力もちょっと変わったかもしれないですね。1回目の火力でどのくらい削れるかが一応なんか目安になってるらしくて、うん、50% 削れるのであればそのままいってしまえば2ターンで終わるし、うん、30% とかしか削れないのであれば3ターン目に一気に最後のところ削り切る調整でやる、うん、しょ。さあ、モーラーに来ましたよ。もう、あ、間違えた、カフェから行かないと、あ、属性量が怒られちゃう。気持ちで言ってますか、私。75手前で終わるじゃん、これ。うん、終わりそうな感じ。大丈夫。うわぁ、おい、フレンド弱えな、おい。弱くない。おい、あ、でも結構普通に死んじゃうんだね。なんか、アフ消しとかがあるのかな。ない感じ。ということは、怪我、攻撃力ダウン。
一回多分来ますね。女神の祝福。腐るほどなんだからさ、創生薬なんかさ。あれ補充。あ、そうか、今一回。使ったからね。うん、全然、本当なの、無人薬って腐るほどなんだから。使ってくるの。しょうがないぞ、これ。しょうがないぞ、これ。よしじゃあもう一気に削れるか。調整いらないですか。調整いらないっすね。もうだって来るから。うんうんうん。一回やる。何を。蘇生薬は一個残してるし、どう思うよきゅう。ああ、調整した方がいいかなと思います。あ、そうね。うん。多分同じことが。いっぱい乗ってる。ね、いっぱい乗ってるんです。乗りに乗ってます。乗りに乗ってる。よし。でもね、うん、まだみんな SBB まで溜まってないし、うん、どうせ 50% 切ったらもう一回女神の祝福されるので、うん、もう一人は、そっか、蘇生薬があと一個しかない。うん、ほら、うまいでしょ。うまい。お、来るんだね。ここで来ました。来るんだね。あ、じゃあ生き返らせたら絶対に次のターン、あ、とりあえずまあちょっとまあ、はい、終わろうか。ほら青の衝撃をもうコンセス終わったって言われてる、もうダメだって言われてるとこが勝利だったんで、きっとこれもダメでした。ダメでしたじゃねえよ。ダメでしたじゃねえよ。おい、今回なんだこの集大は。これ、ちょっと待って、おい、なんで掃除されてんじゃねえか、やっぱりずっと。こんな2回も負けちゃダメなんだよ。だってね、おい、だってね火力があればダメージ半減 BB 持ちユニットいなくても OK って書いてあるぐらいなんですよ、これ。いやいやいや、もうほんと、どこのやつだ。え、50%で、どこの攻略だ、おい。いや、私これ見てクリアしたもん。おい、ジャス君、もうね、家でやっといてくれ。ちょっと待って、ごめんね、なんでだろう。家で、うん、大丈夫だよ。終わろっか。皆さん、年末、ね、お掃除掃除されることのないよう十分に気をつけてください。他のプレフロ動画では、結構な活躍をしております。たまにこう負けるやつがあります。みんなもでもそうでしょ。負けて強くだ。ほら、鉄則でございます。じゃあ、帰りましょう、今日は。チャーリーさん、抜け殻じゃねえか。また次回、同じ場所でお会いしましょう。バイバイ。はい、オッケーです。すっごい気になる、すっごい気になる。なんでどこの攻略だ、これ。ちょっと文句言ってくる。いやいや、もう全然完璧な攻略なんですよ。あの会社か。今から行くぞ、今から行くぞ、お前のとこに。いや、切って渡